渋谷のアップルストア前にいます。でなんか今日からサービスが始まった楽天の楽便、これが、限られた範囲だけど、場所が違うな、20分以内に物を届けてくれるらしいので、ちょっと早速注文してみたいなと思います。今ねこの場所がアップルストアの前でだいたい16分って言ってるんで、大丈夫かなこれで。はい、じゃあね、iPhone のケーブルを買ってみようと思います。で今時間が13時14分で、お届けが13時30分から45分だそうです。では注文してみましょう。よいしょ、決済がカードでしかできないんで、でカードで注文するのにちょっと時間かかったんだけど、34分から49分の間にここに来るそうです。電話連絡があってここに来るらしいんで、じゃあ時間を見てみましょう。あ、担当スタッフの名前と顔まで出ますわ。よし、じゃあちょっと時間を計ってみよう。もうちょっと注文しちゃったんで時間差が出てると思う。電話がかかってきました。もしもし。はい。はい、お世話になります。そうです。はい。アップルストアの真ん前にいます。座ってます。外に。はい。はい、はい、アップルストアです。並びですね。スワロフスキーの、あ、並びですね。1、2、3、4つ目の右側に、あの渋谷駅側に4つ目の建物の真ん前ですね。はい、はい、はい、わかりました、お願いします。はい、
歩いてこられたと思う。歩いてきた。12分で来た。10分で電話かかってきたよ。あ、すいません。佐藤です。あ、どうも、お世話になります。はい。歩いてこられたんですね。あ、あ、そうなんですね。はい、あ、住所の方がちょっと、はい、まあ、多分一緒だと思うんで。はい。すいません。あ、あの車でいらっしゃったんですね。あ、はい、そうですね。はい。商品の方ですね、ちょっと確認させていただきたいんですけど、はい、こちら USB のケーブルですね。こちらで待ちます。あ、そうです。はい。はい。じゃあこちら商品になります。はい、ありがとうございます。ちょっと受領のサインだけいただいてよろしいですか。あ、わかりました。こちらですね、これ。はい。はい、すいません。はい。ありがとうございます。恐れ入ります。またご利用お願いします。はい、ありがとうございました。このパルコの前の車でいらっしゃったそうです。早い、マジで20分かかってない。はい、バーバーン。商品こちらのケーブル届きました。マジで20分前に以内に来ました。はい、アップルストア前からお送りしました。